見てくれてありがとう。ねえ、アラサカの空母が南極地点にやってきた。してくれ。明日になりゃ分かる。愛してるよ。遅いぞ、B。お母さんは元気にしてる？逃がしてくれ。でもよ、心配性は相変わらずだ。お袋の気持ちは分かる。ウェルズ家の男は道端でのたれ死ぬ癖があるから。無理もね。しかし大丈夫だ、問題ないって言えば言うほどお袋を騙してる気がしてな。だがそれもこれまでだ。アフターライフに行きゃきっと全てが変わる。これでついに私たちもメジャー行きね。ああ、まさに頂点だ。しかもその頂点に自力で登り詰めてやった。心の準備はいいか？ほら、行くぞ。出てくるんだ。誰も傷つけたりしない。ここ、昔は遺体安置所だったらしいぜ。本気で言ってるの？何がだ？それ、私が教えたのよ。そうか？昔のことは覚えちゃいねえよ。誰だ、あんたらは。B よ、こっちはジャッキー。聞かない名だな。じゃあ覚えておけ。デックスに会いに来た。デックス、鼻息荒いのが二人来てるんだが。そうか、分かった。少し待てだぞ。酒でも飲んでね。言われなくても飲むさ。ついに来た。最高のバケーションだった。ナイトシティの心臓部。ほら、お前も鼓動が聞こえるだろう、B。想像できるか？スーザン・フォレスト、ボアボアにモーガン・ブラックハントだって。デンス、次は私たちの番。おい、あそこにばあさんがいるだろ。ローグ、ナイトシティ一のフィクサーさ。デクスが一番じゃなかったの？まさか、デクスがおむつにクソ垂れてた頃から活躍してんだぞ。この店もローグが仕切ってんだ。
何にする？私はやめとく。マジかよ。たく、おごりだっつうのによ。たく、好きにしろ。テキーラオールドファッションにビール少々、唐辛子入りを。ジョニーシルバーハンドを一つね。そう、そいつだ。予習はしてきたみたいね。よくわからないんだけど。伝統なのよ、ドリンクに常連の名前をつけるの。常連ってだけで名前がつくの？他に条件は？くたばるのよ。派手な死を遂げるの。仕事中ならなおいい。なんて粋な伝統なんだ。死と引き換えとは高い代償ね。B、人間いつかは死ぬんだ。代償もクソもねえ。そうだろう。ちなみに俺はジャッキー・ウェルズだ。俺のレシピも教えてやろうか。ええ、どうぞ。ウォッカのロックにライムジュースとジンジャービア、そして忘れちゃいけない愛情だ。覚えておく。レックスに気に入られてるんだって。何、ただの仕事さ。でしょうんしろ。レックスはここの常連なの？実は長い間来てなかったのよ。2年近くも顔を見せなくて。野良猫みたいに言うんだな。どこにいたのか知らないけど少し痩せたようね。てっきりピザばっか食ってるもんだと思ったが。頑張ってね。どうも。どこで聞いたの？どこでって。こっちだ。周りを見ればわかるでしょ。傭兵は噂を通して名を上げるのよ。女子高生と一緒。しかしあんたでかいな。鍛えてるのか？ああ。俺もだ。何やってんだ？もしかして剣法とか忍術とかか？ああ。俺のこと倒せると思うか？この中だ。あいつその悪いやつだな。ああ、エクセルシオールで頼む。支払いはいつも通り現ナマで。じゃあな。ようこそミス B。 ついにファミリー全員が揃ったな。ある意味はじめまして。フラットヘッドは B。 デクスに見せてやろうぜ。まあ座ってくれ。しかしいいブースだ。防音か？ジャッキー。まあまあその通りだミスターウェルズ。デリケートな話をするからな。だがその前にミス B に質問したいことがある。エブリン・パーカーの件はどうだった？うまくいったと思う。彼女が記録した生物の BD でコンベキプラザの中を歩き回れた。ああ、バンからすでに聞いている。じゃあ標的は知ってるのね。よりのぶ荒坂、帝王の息子にして後継者。名前だけは立派だが何の才能もない男だ。そしてパーカーのお友達か。で、彼女は打ち合わせ以外に何か言ってたか？私と会ってみたかっただけみたい。会ってみたかっただけねえ。計画の話をしましょう。状況はどうなってるの？これよ。じゃあお言葉に甘えて。手はずは私たちが整えておいた。作戦自体はシンプルよ。具体的には聞かせてくれ。まずはデラマンに乗ってコンペキまで行ってもらう。偽名を使って正面から堂々と入れ。その後バグの手引きでホテルのサブネットに侵入しろ。フラットヘッドも使うけど。
あとはヨリノブのペントハウスに忍び込み、レリックをいただくだけだ。当然、隠密行動が基本よ。犠牲者ゼロが理想ね。いい？バンが常時無線で援護する。何か質問はあるか？ペントハウスにはどうやって？ハッスルはほとんどいないけど、問題は部屋のセキュリティね。無効化するにはホテルのサブネットを監視してるランナー、いわゆるデュエラーを片付ける必要がある。ただし外部からそいつの居場所に入ることはできない。待てよ、入れない部屋にどうやって入れって言うんだ？当然の疑問だが、ティーバグがすでに対策を考えてやる。フラットヘッドを使うのよ。換気シャフトから侵入させてデュエラーのところまで行ってもらう。あとは分かるでしょ。フラットヘッドはデュエラーにつながったまま残すことになるけど、そうしないとペントハウスにはたどり着けないから。他に質問は？オーケー、大体理解できた。素晴らしい。待てよ、ここに集まった肝心の目的がまだだ。新米の取り分は常に 30%、 交渉の余地はない。ああ30？ この仕事で安全な役回りなどない。お前らが取るリスクに応じた額だ。レックス、 30% は低すぎる。そうだぞ。フラットヘッドを調達してブレインダンスで情報を集めたのは誰だ？それに荒坂だらけのホテルに乗り込み、奴らの御曹司のおもちゃを盗むのも俺たちなんだぞ。では聞くが、車や一流のネットランナー、情報を用意しているのは誰だ？交渉できる立場とは思えんがな。ジャッキーの言う通りよ。 30% じゃ仕事の内容と釣り合わない。はあ、では35、それ以上は無理だ。35か、それで手を打とう。この俺と交渉しようなんてやつは久しぶりだな。最後に一つ、コンペキは武器の持ち込み厳禁だ。セキュリティゲートがある。銃は車の中に置いて、フラットヘッドをケースに入れて持っていけ。それらしく見えるよ。スーツも用意しておいたから。至れり尽くせりだな。ありがとう。で、せかすわけじゃねえが、金はいつもらえるんだ？それはミス・パーカー次第だ。まあ、1、2週間といったところだろう。その間は、ただ口を開けてぼーっとしてろと？身を潜めていろ。荒坂に気づかれたら終わりだからな。さて、ギリシャ人曰く、人生は宴、去るタイミングが肝心だ。車は外に待たせてある。私もそろそろ行くわ。本番前に通信の準備をしとかないと。他に何かあれば今のうちに言って。この計画どう思う？やり遂げればようやくクレタ島に豪邸を買ってサイバー家業から足を洗えるかもね。絵はがきに期待しとく。悪いけどそうなったらきっと過去とは決別してるから。デクスとは長い付き合いなの？どうして？いろんな噂話が耳に入ってくるからよ。耳に入るもの全ては意見であり事実ではない。アウレリウスの言葉よ。なんだ、お前も哲学オタクか。道理でデクスと気が合うわけだ。大丈夫、もう聞くことはない。じゃ頑張りましょう。さて、準備はいいか？ちょっと待っててもらえる？わかった。じゃあデラマンのとこで会おう。スーツを忘れるなよ。
それでフィクターを。Bésame el culo。飲めしや。何かいる？そうだな。俺が出てった頃、ここは巨大な空席。力を見て、ぜひ。今。1名様が到着次第出発いたします。悪いね、もうすぐ来る。いつも安全快適なドライブをお約束。デラマンサービスへようこそ。約束破ったらぶっ壊してやるからな。約束を破るようなことはいたしません。そうか、いとこの婚前パーティーに呼ぼうとしたら断ったくせに。残念ながらサービスの対象外です。金を3ヶ月も貯めたってのによ。まあ今さら言ってもな。よし出せ。出発前にご本人様確認をさせていただく必要があります。パーソナルリンクをつないでください。ではエクセルシオールパッケージを起動します。エクセルシオール？こりゃますますいい。エクセルシオール？エクセルシオールは特別なお客様向けのカスタムサービスです。まさにトップクラスってやつだ。見てろ。デラマン、戦闘モードをしろ。恐れ入りますが、戦闘モードは平常時ご利用いただけません。チッ、まあいい。とにかくいざとなったら荒坂の忍者軍団もなぎ倒してくれる。他にはどんなサービスがあるの？総合医療保険。これには乗車中にお客様が亡くなられた場合のご遺体の処分も含まれます。おいおい、縁起でもねえな。ネクスも太っ腹ね。 65% も取ってんだ。このくらい当たり前だろ。エクセルシオールか。メジャーリーガーはやっぱこうでなきゃな。そこまで重要なこと？あん？スーツとリムジンでデックスにまんまと乗せられてない？今日のあんたはやたらと浮き足立ってる気がする。なんだよビー、やけに突っかかってくるじゃねえか。パーティーに行くわけじゃない、仕事をしに行くのよ。しかも相手はあの荒坂。おいおい、俺をバカにしてんのか？いいガビ、よく聞け。俺はクソまみれの世界で生きてきた。もう二度と戻るつもりはない。まもなく目的地に到着。もしもし、調子はどう？さっきまではよかったよ。もうすぐホテルに着く。コンペキ内の通信用に暗号化した直通ラインを用意した。テストしたいから、B、試しにジャッキーを呼び出してみて。どう？ノイズが乗ってる。何か言ってくれ、バグ。最大の犯罪は欲望によらず放慢によりて引き起こされる。なんだって？アリストテレスよ。聞こえてるのね。うん、聞こえてる。ギリシャ人が何言ってんのかこれっぽっちもわかんねえよな。ちょっとは考えて理解しようとしたら。あなたはどう？ B。
バッチリ聞こえてる。よかった。オッケー。機材は大丈夫そうね。出なきゃ困る。じゃあまた。ご利用いただきありがとうございました。ご分運を。こちらでお待ちしております。ついに来ちまったか。おっと、武器は禁止だったな。よし、じゃあ行くぞ、アンナ。待て、フラットヘッドを持ってかねえと。今日誰の運転手をしたと。誕生日に。市長。着いたよ、バグ。予約はあなたの名前で入れてるからね、ラモン。アポ先は防衛担当のはじめたき。私と書類はフラットヘッドのよ。任しとけ。ようこそ、コンペキプラザへ。一列でお進みください。へいへい、ああ、うん。待て。確認する。失礼ですが、軍用機器を持ち込みになられる理由をお聞かせいただけますか。武器ディーラーなの。今、なんと。ああ、もしかして滝様とお約束ですか。これは大変失礼いたしました。おお。スキャンはすぐに完了します。どうぞ。こんにちは、いらっしゃいませ。ようこそコンペキプラザへ。チェックインをお願い。はい、少々お待ちください。ご予約のお名前は。ビクトリノだ。ダブルのお部屋ご一泊でよろしいですね。そうよ。かしこまりました。滝様にご到着をお伝えいたします。まずい、想定外よ。B、何か話して時間を稼いで。連絡は結構よ。先に部屋で支度してから自分で連絡する。しかし滝様がすでにお待ちなのでは。お姉さん、長旅で疲れてるんだ。ニューバルセロナから18時間もかけてきたんだぞ。その上どこかのサイバーサイコが空港で自爆騒ぎを起こして遅延するわ。最悪だったね。それは大変でしたね。お部屋は42階のラピスラズリスイートになります。あともう一つお手続きが。 SID チップの確認をお願いいたします。ハンナ、任せてもいいか。確認できました。それではごゆっくりお過ごしください。ありがとう。よし、行くぞ。ニューバルセロナ。アドリブだよ、お前も覚えたらどうだ。どう思う、ハンナ。え？落ち着きがあって、この間出張で行ったチューリッヒのホテルとは違うだろう。ジャック、余計なこと言わないで。すごいだろ。なんだよ、真面目にやってんのに。どうやって口説いたんだ。口説いてなんかいない。拉致したのさ。最高級のドールたちだ。なかなか良さそうなバーだ。コンペキプラザへようこそ。平日は予約制ではありませんので、お好きなテーブルへどうぞ。バーのカウンター席も空いております。今度ミスティを連れてこようかな、この取引が終わったら。いいんじゃない。ほら、お目当ての部屋に行きましょう。我ながら決まってる。どうだ、B。正直言うと、まあ悪くはないね。
だろ、俺は何でも似合うからよ。Помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? На псу разри суито. Коко митай да на. Хея ни цуита. Шаретен на. Томаре най нога заннен да. Хея ва багу га эранда но га? Коно хея га ичибан дуэлла то сарвар ни аксесу ши яскатта даке. Хей хей, соу ка ё. Флатто хедд о кидо ште канкику о сагаште. Кантан не. Кантан ходо фукзац на моно ва най.今のアウレリウス？それともアリストテレスか？いいえ、今のは私よ。換気口はどこ？スキャナーで探してみて。見つけた。ジャッキー。フラットヘッドの準備は？完璧だぜ。システム良好、充電残り 100%。あれ、くそ、動かねえぞ。ならしょうがない。手動操作に切り替えるのよ。 B に制御チップを渡して、 B のキロシを監視カメラにつないでボットを誘導してもらう。何してんだ B、 ほら受け取れよ。ほらよ。じゃあ行くよ。カメラの映像を中継する。少し変な感じがするかもしれないよ。よし、映像は問題なし。市民を彼らの家や職場から次の換気口に誘導して。できない。医薬金は荒坂社が全面負担いたしますが。金の問題ではない。選挙が近いんだ。私のイメージはどうなる。地元選挙区のワトソンを掌握できなくなったと言われるに決まっている。1週間だ。それしか約束できない。努力はします。しかしあまりご期待されないように。次のカメラにつなぐ。どうしてあなた宛てってわかるのよ。だって汚して申し訳ないってメモが入ってたもの。遺体を見つける客室係に宛てたのよ。一面血だらけだったけど、チップはくれたし。ケロと使用済みコンドームばかりだとは私だけ。問題発生。そんなの不公平じゃない。今度は何？メイドが邪魔で。注意をそらさないと。サブネットを検索してみる。あの人独身かな。分かった。誰？ほら、イケメンでお金持ちでちょっと危ない目をしてる。テントハウスに泊まってる男よ。テレビはどう？よりのぶ荒坂のこと。残念、探し続けて。ああいう男は決まって独身よ。高そうなスーツ着てるけど、あれはきっとバイカー上がりね。女にもスリルを求めるタイプよ。誘って骨抜きにさせようか。ホロプロジェクターはどう？あのね、ダメよ。その前に手を抜きすぎよ。汚れが残ってるじゃない。テラリウムのパネルなら。探し続けて。テラリウムの温度調節器を見つけた。
それよ、ブラッドヘッドを向かわせて。そのまま進んで、時間がない。探さないと。ちょっと待って、ドアの向こうにもカメラがあるけどオフになってる。オンにすればいいの？ええ、監視カメラのポートを探して。ポートがあった。じゃあブラッドヘッドをつないで。ジャックイン完了よ。カメラ映像を切り替えて。ドゥエラーを発見。計画通りね。ホテルにランナーが一人しかいないなんて。優秀なドゥエラーなら一人で十分よ。どうすればいいの？フラットヘッドでジャックインして寝てもらうのよ。あとは私がデーモンでフラッシュフリーズするから。ドゥエラーに気づかれない。そいつの椅子に直接つなぐの。それならバレようがない。戦車で乗り込んだって平気。現実世界からさよならしてるから、まずはフラットヘッドを中に入れないと。
シャフトは両方の部屋を通ってるようね。調べてみましょう。カメラ映像を切り替えて。入る方法を見つけた。フラットヘッドを送ったら2台目のカメラに切り替えて。フラットヘッドを椅子につなぐのよ。よし、仕留めた。やっぱデーモンって最高。ボットは残すのね。ええ、監視用に。コンペキのメインネットに入る。 B はログアウトして。ご苦労さん、B。気分はどうだ？平気よ。少しめまいがするだけ。バグ、時間はどうだ？バグ、いるの？ええ、聞こえてるけど、アイスが予想してたより分厚くて、突破するには数時間かかる。数時間？もっと早くできないのか？脳みそを焦がせっていうの。とにかくしばらくそこでくつろいでて。分かったよ、タグ。 B、のんびり行こうぜ。お前も少し休め。しかしよ、よく全てを捨てられたよな。え、何のこと？よりのば荒坂が恵まれた暮らしをさ。昔の話だけどよ、どうも気になってな。考えてもみろよ、奴は全てを持ってたわけだろ。金も教育も。その上親父が指を鳴らせば地球の半分が核で吹っ飛ぶ。それなのに知るかっつって飛び出した挙句、ギャングまで結成した。鋼鉄の竜だったか。家族を捨ててまでリアルスキンを入れてギャングごっこをやって、一体何のために。さあね、ストリートに憧れるボンボンの気持ちなんて素人も思わない。笑い者だったろうな。企業の匂いがプンプンするやつが私のギャングに入らないかって誘ったんだろ。それにあの名前、鋼鉄の竜だと。厨房のガキじゃねえんだからよ。金持ちにも悪にもなりきれなかったのね。負け犬がよ。その負け犬が今ロビーに入った。仕事再開よ。ペントハウスのセキュリティは切った。いいぞ、じゃあ始めよう。てかよバグ、そのずっと話を聞いてたのか。3時間半ずっとね。お前のことをああ言ったのはだな、堅物だったっけ。 あれは言葉のあやというか。はいはい、仕事で挽回してちょうだい。いつもこいつも暗いな。そうだ、ジョークでも聞くか。今本気？ロッカーボーイがゴルフですげースコアを出したのはどうしてだ。全ホールチップインしたからだ。勘弁してよ。さすがは帝王の息子だな。ラウル・ウェルズの息子とは大違いだ。世間話は後にして金庫よ。早くしないと。そうせかすなよバグ。よりのぶの信号が消えたの。魔術師じゃないし。電波が届かない場所にいるだけかも。とにかく集中して。そこ床の下スイッチを。
よし、なんか出てきたぞ。来いよ、B。次は。あとはパーソナルリンクをつなぐだけよ。了解。いいよ、ラグ。待って。スタッフ全員が漏れなくそわそわし始めた。嫌な予感がするな。まだなのかバグ。よりのぶがペントハウスに向かってる。いいから金庫を開けろ。今やってる。よしよし、俺に見せてみろ。チップの状態は？生体チップ非損耗率 100%、問題なさそうだ。じゃあ行くよ。まずい、よりのぶが入ってくる。隠れて。どこに？モニターの裏側。冗談だろ。本気よ、早く中に。入った。問題は解決してねえぞバグ。いちいち言われなくても分かってる。少し考えさせて。ありえねえ、あれアダムス柱だ。光栄でしょ。ナイトシティのレジェンドだよ。それも冷酷無比のな。くそ、どうするよ。待つのよ。まだ来ないのか。先ほど着陸されました。何の話をしてんだバグ。誰か来るの？え、嘘でしょ。まさか、ありえない。サブロー、アラサか？サブローだ？とんでもない大物が出やがった。静かにして、声が漏れるでしょ。首を突っ込むなと言ったはずだ。外してくれ。しかし、まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。例のものを回収しましょうか。私がやる。行ってくれ。危ねえ。かなりね。もし覗かれてたら。おい、ビー、お前も声がでけえぞ。しかしよ、なんでサブロー荒坂が。私が気づかないとでも思ったのか。そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だ。よりのぶ、どうしてここへ。じきじきに俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだ。あんたは自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど。私たちの未来を。私たちの未来だと。私たち、何かの聞き間違いか。常に自分と自分の腐った陰謀のことしか考えていないあんたのセリフとは思えないな。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。
貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。バグ、今すぐここから出させて。ちょっと待って。待ってられねえよ。くそ、よし、これなら窓からよ。ロックを解除する。はしごが見えるはずよ。え、ちょっと待って、やられた。くそ、何がメジャーよ、こんなことになるなんて。角の向こうは、ジャッキー、下を見なきゃいいんだ。くそ、高いな。くそ、トラウマチームか。サブローのためなら手遅れだけどね。見られてないことを祈ろう。ガラバドル、セキュリティプロトコル違反の容疑者発見。いいのよ。いいからやれ。
紺碧のニュースで大騒ぎよ。一体どうなってるの？問題発生よ。ケースが損傷した。チップの必須毛率はジャック 86% だ。 86% を切ろうとしてる。嘘でしょ。こうなったらできることは一つしかない。あなたたちどっちかの神経ポートにレリックを刺して。一体どういうこと？レリックは露出させず安全な場所に入れておく必要があるの。迷ってる時間はねえ。父とこと精霊の皆においてアーメン。ジャッキー大丈夫？さあ何も変わらねえ気がする。戻ったらレリックを取り出して脳をスキャンしてあげるから。でもまずはそこから脱出するのよ。分かってる。デラマン、あと数分で着く。準備しておいてくれ。はい、ウェルズ様。マジで頼むぞ。なんとかしてロビーまで行くんだ。ガレージに出るにはそれしかねえ。急がねえとまずいな。聞くぜ。よし、コンピキプラザ全体にコードレッドが発令されました。確認中。皆様ご自身のお部屋にそのまま鏡に従ってください。許しかねえ。静かに片付けろ。体勢を立て直す。
キプラザ全館に攻撃されてる。が発令されました。やばすんじゃねえ。皆様、ホテルのお部屋に留まり、ホテル職員の指示に従ってください。撃て！くれねえぞ。何？サブロー、アラサカさ。
150年も生きてきて、よりによって俺たちの前で君たちの台本みてえだな。ジャック、もう喋らなくていい。口は怪我してねえだろ。大丈夫だ、B。誰も死にやしねえ。バグは、私たちが無茶しなかったら、まだ生きてたかもしれない。俺に当たるなよ。チップがダメになっちまうだろう。ねえ、両手を上げて出てこい。エネミーコンタクト。今すぐ浮上者いただくことをお勧めいたします。ああ、俺に聞かれても。まずい状況だ。撃て。
感想を記録しました。車は大丈夫？問題ありません。しかし追跡されているようです。慌てないでください。冗談でしょ。道路が封鎖されています。恐れ入ります。衝撃にお備えください。敵飛行物体にロックオンされています。任せて。諦めろってんだ。尽くしています。しっかりしてジャック、もう少しよ。泣かせとけ。ウェルズ様に声をかけ続けてください。これからはもっとでかい山が待ってる。そうでしょ。お前は大金持ちになるな。間違いね。違う、あんたと私二人で大金持ちになるの。ご遺体はどうされますか？え？エクセルシオールパッケージでは死亡後の処理も無料で受けたまわっております。目的地をご指定ください。待ってて、ここにいるのよ。すぐ戻るから。かしこまりました。204号室でデショーン様がお待ちです。メジャーで会いましょう。
お待ちだ。WNS N54 海賊放送まで町中が大騒ぎだ。ジャッキーは車の中か。ええ、泣き殻がね。それは気の毒。エリックはここにある。クソ、余計なことを。はあのサブロー荒坂が死んだんだぞ。俺を面倒ごとに巻き込みやがって。俺がいつ帝王を殺せと言った。この件に少しでも関わってた奴は全員死んだも同然だ。巻き込んだのはそっちの方よ。そもそもあのサブロー荒坂がホテルに来るなんて聞いてなかった。奴の個人的な予定など知るか。それに誰も殺せなんて言ってないだろう。殺したのは私たちじゃない。言い訳なら俺じゃなくこれから来る荒坂の刺客に言うんだな。一旦落ち着こうじゃないか。作戦を考えるんだ。パーカーから金を回収して町を出る。だがその前にお前のその顔血まみれだ。そこを使え。まずは顔を洗ってこい。俺だ。あの時の会話を覚えてる。殺してやる。俺は平穏な生涯がいい。栄誉の死なんてごめんだ。別れを言いに来た。世の中はお金よ。それはどうしようもない。俺らみたいなのを追っかけて人生を無駄にすんじゃねえ。ちょっと何よそれ。ジョニー、待てよ。やめておけ。考え直すなら今のうちだ。諦めろってのか。相変わらずお前らしい意見だな、ケリー。お前はな、昔からビビりなんだよ。
今まで世話になったな。最後にアドバイスだ。ビビンのやめろ。俺は未来をつかみに行く。遅い。怒ってるお前は色っぽいぜ。正直そそられる。さっさと乗りな。早く。シルバーハンド。よ、シャイタン。出発して。これをつけて。外すんじゃないよ。爆弾を仕掛けて起動。あとは重力がやってくれる。爆発で建物の基礎が割れ、タワーが崩壊。混沌と悲鳴の中、エンドロールが流れる。だからすぐに脱出して接続する。何これ、簡単すぎ。はいはい、1たす1は2、2たす2は4。マーフィー、遊んでないでさっさと終わらせな。緊急避難勧告全周波数で流して。まだやることは。ちょっと、この声明文って誰が書いたの？今答えてる暇はない。嘘でしょ、ジョニー。マジで言っちゃってるね。この私が言うんだから相当だよ。行くよ。攻撃を受けてる。戦闘準備。うわ、ちょっと、ああ、構わず撃て。これくらいどうってことないさ。マフィ、
ように爆弾を。武士道2の爆弾覚えてるか。早く急がないとまずい。デモリトロンだ。セット完了。荒坂の精鋭部隊だ。逃げろ。ケーブルを撃って。離陸準備よ。すぐそっちに行く。まだだ。奴らのサブネットにこいつを流さないといけない。あんたってやつは結局荒坂なんて関係ない。あのグルーピーの女のためなんだろ。お前には分かりっこねえよ、ローガン。もう勝手にしない。ヘリは4分で乗るつもりなら急ぐ。ドアロックを突破した。荒坂の犬どもが迫ってるよ。愛してるぜスパイダー。え、知ってる。ポイントに着く。接続して。アイスブレーカーね。外国製？誰かさんがサブネットプロトコルを切り替えてさえくれれば。ふざけやがって。手伝わないなら帰れ。手伝ってるじゃない。そっちこそちゃんと仕事してよ。ありがとな。よし、あとは念のため。で、そう、見てよ、私たちがテレビに出てる。次に荒坂タワーの状況をお伝えします。同社は正体不明のテロリストグループによる脅迫を受け、現在もなお避難が行われている模様です。なおテロリストらは犯行声明を出しており、企業による植民地主義の象徴を打ち倒すと主張しています。またナイトシティのムボール・エブニケ市長は、いかなるテロ行為に対しても法的に許される最大限の武力を持って立ち向かうとしています。それではここで現地から荒坂タワーの様子を伝えてもらいましょう。現在の状況が少しでも分かるといいのですが。完了よ、急いで脱出して。敵が来る、屋上へ急いで。言ったろ、ジョニーボーイ、お前の息の根を止めてやるってな。はい、まだ生きています。わかりました。向かいます。
もう一度だ。お前の仲間たちは何者だ？核分裂性物質の入手元は？そこに立ってるやつは大きいものか？話をしたそうだぞ。お前が所属するテロ組織の名前を言え。核分裂性物質はどこで手に入れた？ボスがお前じゃ力不足だってよ。外せ。直接話をする。夫はあのタワーで死んだのよ。でもこの世には死より残酷な運命がある。殺すつもりはなかったんだ。なぜこのようなことを？なぜこんなことをと。お前がもたらした狂気に終止符を打つためさ。人は嘘をつき自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。何者だ？
重たいやつだ。よし、いいか。俺は言われた通りにした。ここは一つ話を。ほう。荒坂様、お父上の殺害犯を見つけました。この女で間違いありません。はい、1時間後には着くかと。なあ、くそ。黙れ。失ってる暇はないぞ。踏ん張るんだ、いいな。くそ。俺もお前も手当てが必要だ。知り合いに信用できるリパードクはいるか？あんた完璧プラザにいたね。急いでリパードクのとこへ行かないと命に関わる。ビクターなら直してくれる。問題はどうやって行くかだな。誰でもいい、助けを呼べ。なんで私を見捨てないの？お荷物でしょ。早く助けを呼べ。あ、分かったって。ありがとうございます。
お客様の現在地はサービス圏外です。いいから迎えに来て。ミスティのエソテリカまで。ビクのとこの。かしこまりました。車両を向かわせます。20分以内に到着する予定です。おい、しっかりしろ。パーソナルリンクが損傷してる。それでは代わりに B 様の外耳付近への緊急ジャックインをお試しください。強鎖乳突筋の下、リンパ節の間に補助神経ソケットがあるはずです。血管を傷つけたら死ぬぞ。しかし何もしない場合も死亡します。あった、ソケットだ。では接続してください。早く中へ。力が。少し休む。そいつはお前の力。ミスティ、血圧が下がってる。神経性ショック、危機的状況です。こうなったら後頭骨を切るしかないだろう。それしか手はない。しかしリスクが。少し黙ってろ。具合はどうだ。お前さんほどじゃないが、日に日によくはなってる。大丈夫か。ああ、頭が。気分はどうだ。よくはない。耳鳴りがするし、幻覚も見える。その幻覚ではどんなものが見えるんだ。まばゆい光、鳴り響く爆音。私はステージ上にいて息が詰まりそうで、胸に憎しみが満ちてる。その気持ちをマイクにぶつけるんだけど、結局そんなことしても意味はないって気づくの。それから笑わないでよ。荒坂タワーに爆弾を仕掛けた。いや、笑えないな。その後殺されたの。あんな恐怖は感じたことがない。明晰夢にしてもリアルすぎる。 B、 そいつは夢じゃない、記憶だ。チップには人格コンストラクトが入っていたんだ。お前さんはそいつの記憶を見たんだよ。ちょっと待って。じゃあ私の頭の中に本物のテロリストがいるってこと。ああ、ジョニー・シルバーハンドがな。活躍してたのは50年ほど前のことだ。荒坂社爆破事件知ってるか。奴の仕業だ。瓦礫に埋もれて死んだとされてたが、とにかく今はそれよりもっと深刻な問題がある。何なの？
その生体チップは導火線に火のついた爆弾みたいなもんだ。もう長くは生きられない。もって数週間だろう。シルバーハンドのコンストラクトは意識を上書きしていく。最終的には体を乗っ取られ、お前さんは消えちまう。B、俺の言ってることがわかるか？そんなふざけた話信じれるわけがない。だってそうでしょ。いくらなんでも現実味がなさすぎる。何が起きてるのかは知らないけど、もっとまともな説明があるはずよ。くそ、なんでなの。あんたはメインなんでしょ。本当に聞きたいのか？私は死ぬ、死ぬしかない、そう言いたいの。ちゃんと説明してよ。わかった。デックスに撃たれたろ。その時にお前さんのチップスロットと脳が損傷した。そこでチップが蘇り、お前さんをショートさせ脳にデータをアップロードし始めたんだ。チップはお前さんの脳を空の入れ物と認識したのさ。保持してた記憶痕跡を流し込むためのな。空の入れ物？じゃあ今ここにいる私は何なのよ。チップは書き込むだけで読み込みはしない。頭痛がするのはチップが神経回路を書き換えてるからだ。神経構造を新しいものに作り変えてる。チップにとっちゃお前さんの存在は切除すべき腫瘍に過ぎないんだよ。ビク、あんたは何度も私を救ってくれた。あんたになすすべがないって言われたら私はどうしたらいいの。教えてよビク。俺にもわからないんだ。ミスティ、ビクターももう年なんだからあまり無茶言わないで。ほら、家まで送るわ。それでそいつが死んで、私も一緒に死ぬんだと思った。眠ったままその男とね。眠りってのは死に近い概念だと言われてる。自分が今本当に起きてるかもわからない。すでに死んでる可能性だってあるでしょ。深く考えちゃダメよ B。 忘れるの。ほら、薬を持ってきたから。オメガブロッカーよ。定期的に飲めば急激な変化を抑えてくれる。頭の中のお客さんも多少おとなしくなるはずよ。あとこっちは私から。疑似エンドトライジン、ブロッカーとは逆に進行を加速させる薬。あいつを刺激して私をさっさと殺させる薬ってこと？よく聞いて。今は大丈夫でも、この先には耐えられないほどの苦痛が待ってるかもしれない。私はあなたに選択肢を用意してあげてるの。脳を騙せばいい。普通の鎮痛剤で十分でしょ。これは魂の死なのよ。徐々に己が失われていくの。ある時点を超えたら自分自身を認識できなくなる。恐ろしくて苦しいはずよ。でもそれに耐えなくたっていい。わざわざ薬なんか飲まなくても、銃を加えて引き金を引けば済むじゃない。そしたらあなたは魂を二つ消すことになる。それでもいいの？横にならせて。そうだ、もう一つ渡すものがあった。
ビクターがあなたの頭から取り出したの、お守りにって。じゃあ無理してでも眠るのよ。優しいのね。ありがとうミスティ。おやすみビ、いい夢を。俺はこっから出たいんだ、わかるか。邪魔する奴は誰だろうと殺す。お前も例外じゃない。タバコが吸いたくてたまらねえ。持ってるか。できて俺が知るわけねえだろ。クソ、点で使えねえジョイトイだな。私の前から消えて。雇い主は誰だ、言え。嘘だろ。あのチップか。引っこ抜いてやるよ。ダメ、待って。消えな、クソ野郎。それじゃダメだ。口に銃を突っ込んで引き金を引け。感じるぞ、互いの意識が触れ合ってる。俺は果物に生えたカビかよ。少しずつ侵食してる。止めることはできねえ。聞いてんのか。クソ、気持ち悪い。これは記憶痕跡のコピーに過ぎない。本当の俺はきっとどこかに。殺してやる。やれよ、さっさと殺してくれ。